こんな光るんですね。はい、ブラックライト当てるとね、そのクリアパーツの部分が光ります。すごい。一般のコアカウントの胸のパーツも光ります。あ、本当だ。はい、こちらはね、とダイブインディメンションカラーのアスリガンダムと、はいはい、一般販売しているアスリガンダムのコアカウントのパーツを組み合わせると 胸部分もね、光ります。あ、なるほど、ね。はい、へー。DJ はね、家の部分、黄色の部分が光ります。はい、黄色すごい綺麗です、ね。そうですね。普通のブラックレートですよね。はい、こういう楽しみがあるんだ。そうです。これって主役機、今のビルドライバー、はい、そうです。最近のが全然わかんない。まあ、こちらも主人公の機体を、はいはい、まあ、その宇宙船の、宇宙船をするためにのパーツですので、はい、あとこれもピットとかも取り外すことができますので、こんな感じ、はいはい、はい、いろいろ遊べます。光るのいいな。これ今日発売なんですか。あ、そうです。あ、マジか。あとはね、こちらもいろいろパーツがついておりますので、スタンスとバイザーとかもありますので、はい、非常におすすめです。ありがとうございます。でしょ、触っても大丈夫ですか。はい、めっちゃ光る。クリアになったことでコアドッキングの感じとかもより分かりやすくなってきたんで、サタイジュピター、はい、サタイはこの白いやつ。あ、そう、スコアは今ジュピターの感じ。あ、こっちはね、こっちは、そう、あ、そうです。こっちは普通のとアースガンダムのコアガンダムとダブルインディメンションの、あ、ジュピターの方をとダブルインディメンションカラーのそのクラパーツを組み合わせるとこんな感じです。上元までの光りますので、ジュピターのコアって最初のコアと一緒ですか。あ、造形は同じですけど、でもカーリングはちょっとだけ色がちょっと違う。そうです、はい。ジュピターとは蛍光色というか、少し赤は赤じゃないというか。はい、こちら新商品とあちらの隣です。ありがとうございます。こちらのパーツとプランセルと胸元のパーツも付けれますよ。はい、こちらトールビスとディジェットアースリーは限定の商品です。おー、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。これか、よし、買っておこう。